買ってきたよ。うまそうでしょこれ。じゃあ先食っていいよ。ほらほら、どう？うまい？よかったね。うん、うまいじゃん。あれもっと食えよ。持ってくるときさ、ちょっと力が強すぎてさ、ここ潰れちゃったんだよね、こうね。もう今にも崩壊しそうなんだけど。ほら。どう？うまい？どう？おいしい？よし、じゃあ、出発。寄り道しちゃったんだけどさ、ちょっとここ見てみなよ。ほら、ここの景色すごい好きなんだよね俺。
の正面のさ、左側の高い建物あるじゃん、ここ。あそこだよ。左側に頭がとんがってる建物あるじゃん。あそこがネクスト21って言って、あの結構若者が行くような、あの建物なんだけどさ。で、隣に見えるあの右側の建物がメディアシップだったかな、最近できた建物、新潟日報のなんかビルだったかな。雨止まないかな。雨。今日花火できないかもしれないな、これだと。お前がせっかくさ、そんなに髪型とかさ、服とかすごい今日可愛くしてきてくれたのにさ、髪とかもせっかくねセットしたのにさ、服とかもちょっと汚れちゃうかもしれないからさ、その可愛い服だから今日は残念だけどお預けにしよっか、今日の花火は。次回じゃあデートの時晴れたら一緒に花火しようよ。約束ね。よし。じゃあちょっと寂しいけど行こっか。じゃあ